コンコルディア大学は、ケベック州、モントリオールに本部を置くカナダの公立大学である。1974年に設置された。ジョン・モルソン・スクール・オブ・ビジネスの校舎サー、ジョージ・ウィリアムズ・キャンパスにある、大学図書館サー、ジョージ・ウィリアムズ・キャンパスの校舎1974年に、サー・ジョージ・ウィリアムズ大学とロヨラ・カレッジが合併し、コンコルディア大学が誕生した。 同じモントリオール市内にあるマギル大学と同じく授業はケベック州公用語の普通語ではなく英語で行われる。学生数はおよそ4万人以上に上りカナダで6番目の規模となっている。特にジャーナリズムと映像、絵画、彫刻、写真、演劇等などを中心とした芸術系分野においては世界的に知られておりカナダ有数の規模を誇る。他に MBA ビジネススクールとして、ジョン・モルソン・スクール・オブ・ビジネスが設置されている。また、アジアや中東をはじめとした、世界各地からの留学生が多いのが特徴である。日本では別に、コンコーディア大学という表記も見られる。キャンパスは、地下鉄、ギー・コンコルディア駅周辺のモントリオール中心部と、郊外の2つに分かれる。ありがとうございます。